こんにちは今回はちょっと古いモデルガンですがマルシンのブローニング M1910 ヘビーウェイトブローバックモデルですねご紹介したいと思いますはい例によってですねつい先日棚の奥からマジックハンドで引っ張り出しましたでこいつをねすで、えー、にご紹介済み3年ほど前にご紹介しましたかね えとこのディープブラックだったかなのメッキのダミカモデルそれとヘビーウェイトのハッカモデルこの辺りとねちょっと比較しながらご紹介しようかなと思っておりますで本日の主役の、えー、このなんかこのグリップの色がヘビーウェイトグリップなのかな謎だはいこれのね、えー、パッケージはねこういう世代のものですね 横はこういうい感じですで、取説を見るとねこれ1994年時点の取説が出てきてるんですよでこの辺りもね後ほど原稿版っていうのかな割と最近買ったものと比べてみましょう最近の方のモデルはパッケージはねこういう柄ですよねはいねなんともかっこいいちょっとね昔の MGC の s i g じゃないですけれども 男心をくすぐるね、はい、こういうパッケージに入ってきてますね。値段もね、もう本当違いますよ。これね、多分値札貼ってあるんですけどね、7800円でしたね、これね。<laughs> はい。そんなもんでございました。今ならちょっとずいぶんお値段するんじゃないでしょうか。最近ね、マルシンのブローニング M1910 買ってないんでわからないんですけれどもね。はい。えー、SPG もちろん書かれてるモデルですねちゃんとこう刻印がバチンと打たれてますねはいで、外観だけまず見ていただきましょうしっかりと装填廃墟もね今日やる予定ですねあとせっかくダミカモデルもあるんでダミカモデルもちょっと時間があれば遊んでみようかなと思っていますはいね上はこんな感じですね 原稿、はい、品のヘビーウェイトモデルはまあ,あれなんかこっちの方がちょっと重く感じる何が違うんだろうちょっと後でね重さ比べてみましょうこの原稿品のねヘビーウェイトモデルはね打っててね私がやってしまいましたもうねスライドにね、えー、クラックが入っておりますまあクラックという小さなものじゃないですねもう割れですねはいね、はい、ね重さ違うんですかね グリップパネル外してみてもいいんですけどまあ、ちょっと重さだけとりあえず比べちゃいましょうもはやこの94年版流通はしてないと思いますけれどもね店舗のね在庫とかで残っている場合がありますねあなんかぴったり同じじゃないですかこれ。ほぼ一緒ですねさすがマルシンさんねこのなんか妙にしらっちゃげたグリップでもしかしたらなんてね思いましたけれどもねいいですね ブローニング M19102 超拳銃ねはいなんとなくこちらのエキストラクターの方が浮いているような気がするのは私の気のせいでございましょうかねねはいでこのねマルシンの <laughs> ブローニングの1910の箱ってこれで この形ってどう見ても PPK ですよねということではい PPK も入れてみましたねいいですねこういう共用性っていうのもね、はい、ということでね仲間っていうことですね PPK とね比べてみるともう本当にね同じぐらいの大きさでね、はい、よく一緒に出てきますよね、はい、でこれがねちょっと親玉の PP ですね PPKS のフレームに PPKPP PP のねちょっと長いスライドが入っているということでこれもねちょっとねゲストで出てもらいました、はい、じゃあ取説の方をね比べてみましょう当時物と現行品とね当時物の,の取説はこんな感じですはい、えー、とこの当時からメタルフィニッシュとニッケルフィニッシュヘビーウェイトと スト,ライカーストライカー方式のね、はい、アンチショック ABS、はい、はヘビーウェイトと、プラグファイアーカートリッジブローバックシステムということですね。で、え中身はこういう形になっております。ど、えー、っちだ火薬のセットとか、この裏表紙に、裏にね、はい、プラグファイアーカートリッジの取り扱いが書いてあります。 今回ね、私カートはね発火式のやつはね別にまとめてしまっちゃっててねもしかしたら今日使うカートはね、えー、PPK の方のやつかもしれないんですけれどもまあ合いましたんでねそのままちょっと装填廃虚見るだけなんでいけるだろうと思ってね後でやってみますねわここ思いっきりドライバーで私頑張って指でやりますね傷ついちゃいそうなんでね傷ついてってもここの部品はねダイキャストですからいいんですけどもてかっちゃうじゃないですかそれが嫌でね これがね、はい、杜氏物の方の取扱説明書ということになります。年号はここに書いてありますね。はい、95年って書いてあると思いますけれども。と、えー、別紙でね、えー、こういうね、渓谷の紙がついてきています。なんかこの、もともとこういう色の紙だったんですかね。それとも、ちゃんと箱に入れてね、棚のかなり奥の方。 とということは湿度もないようなところにね保存しておいたんですけれどもだいぶくたびれてますねで加えてですね現行品の取扱説明書随分様変わりしてますね現行品の方は、はい、こんな感じですね現行品はね2019年時点のね、えー、取扱説明書になります2019年ね、はい、その頃ですね確かに買ったのはねほらペロンと1枚ですねはい こんな感じでこんな感じでだいぶ省略されちゃってますね、はい、はい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 ほら全然分解組み立てに関しては特に大して言及されてないですもんねはいでこういうのがついてくるのかあるいは えー、キットモデルのね取説がついてきてその辺りで分解組み立てを理解するっていうのが大体マルシンさんの定番でしたよねこれ今回随分簡略化されましたねはいまあおなじみのモデルだから昔から持ってる人が再,再度購入してくれたんでしょっていう感覚なんでしょうかはいじゃあ装填廃墟をしてみましょうプラグファイヤーカートリッジですねかわいらしい すごくね、スプリング柔らかいですよこれピュッと4発ぐらい遊びますかもっともっと遊びますか4発ぐらい遊びましょうかはいでブローニングハイパワーねはい、えーと。グリップセーフティーがついていますしあとマガジンセーフティーもついていますんでねこの状態ではねストライカーは前進しませんはいで 聞いておっすっきりといきますねはいでパチンとやるわけですね1回ぐらいいいかな許されるかなこんな音しますねストライカーをね前進させるとパチンって感じですねでシャキンとおすごい結構あごめんごめんなんか傷ついちゃったすごい勢いで出てきますね割とポンとピシッとピシッと でスライドストップ機能はないんでねそのまま、ね、これがねよくテレビであるねカチンあっがないっていう感じが楽しめるわけですねただまあよくあるのはカチンカチンカチンっていうのがありますけれども、ね、ブローニングのこの M1910 に関しては一回カチンって言ったら終わりですよねはいということで装填配墟は割とスムーズにいきましたねで今こう ねストライカー後ろに下がってる状態ですね。はいセーフティーこんな感じですね。割とスムーズに動きますね。はい、このあたりのねこのまあ、正直言ってお世辞にもねパンと跳ね上げやすくないセーフティーを、ね、パッと上げるようなお芝居はね三橋達也さんがね結構上手だったということですね。はい、記憶されていますでしょうか。おん<う>こんな感じです。 ということでちゃんと動くということは確認できて嬉しい限りですただね打つ気はちょっともうしないですね本当は私だから ABS をね買えばまだ良かったのかもしれませんけれどもまあそれでもどうかな発火させてるとどうしてもこういう状態になっちゃったりするんでねはいじゃあ今度せっかくですからねこのね綺麗なこれ以前ご紹介した時も気振りつけてあったのかなそれとも最近その後ここ3年以内に買ったものかどうか ちょっと定かでないんでですすけれどもどもうですかなかなかスムーズのね木ぐりですけれどもやっぱりこういうねオールドファッションなオートにはね木ぐりがまだまだ似合いますよね最近のオートだとねもう木ぐりつけるとね酷評されてしまうようなものもありますけれどもねダミカはこんな感じですねなかなかねあの何て言うんですかよくできたダミカですよね 一時期からなんかあの PPK かなんかだったかなやっぱダミカのやつを買いましたけれどもなんかサービスってダミカが何十発もついてくるのがあったりしてなんかそういう何て言うんですかねおまけがつくと <laughs> ついつい買ってしまうという習性がありますねリムンとこ妙に太くないですかこれ厚くないですかこれしっかりと大丈夫かな大丈夫かなって言っても,もうやってみるしかないですね あれなんか私の完全にね知識不足かもしれませんけど妙にケースと、はい、ブレッド部の比率がなんかちょっと違うぞみたいな感じするんですけどよろしいんですかねこんな感じでねはいいいでしょう動けばこれにね付属してきたねダミカですからね動いてもらわないと困りますねあやっぱりこいつもちょっとこうエキストラクター出てますねおいい感じですねこれもこれもいい感じだなおおいいな あやっぱりねあの発火用のカートよりねダミカの方が少し重いんでねゴトンって感じで楽しめますよゴトンあ楽しいなこちらの方をねあの装填廃棄をする時っていうのは発火した時にどうなるんだろうっていうこう確認って意味もあるんですけれどもダミカモデルの場合はもう完全にこれで完結ですからね雰囲気を味わいながらねちょっとねこのダミカモデル火薬が入らないですから お酒のね、魚にね、グっとね、何がいいですかね、やっぱりウイスキーとかバーボンになるんですかね、オートマティックもね、ちょっと日本酒って感じではないですよね、まあ、ただこれもね、戦前は日本でもね、販売されていましたからね、いい音ですね、プラスチックのくせに、ね、ポトン、ポトン、ポトン。 って感じですね、いいですね悪くない悪くない悪くないって言ったら生意気だないいですはい、はい、でこれ正式名称何でしたっけこの仕上げはブラックヘビーウェイトじゃないなあやっぱりそうですねダブルディープブラック ABS ですねはいこのダブルディープブラックシリーズって黒かな黒かなと思ってるんですけどもこうやってねあのオイルをね適当にねこうオイル 入りのこうついてる布でこうやるとねまた微妙なね輝きがあってねなんか下手にブルーをね意識してるものよりねなんかいい感じですよ割とはいでこちらのヘビーウェイトこれは打とうとしたんじゃなくて将来染めようとかねそんなことを考えたのかもしれないですね 引退したらねのんびりやりますなんて以前の動画でも語っていたんですけれどもちょっとね引退するリタイアできる日がねいつ来るのかっていう状態になってますんでねはい、やるやる詐欺になっちゃうかもしれないんですけれどもね ABS の方が、ね、やっぱ軽いんですけど当然軽いんですけれどもあのブローニングのね1910の場合あんまり気にならないですねはいそれよりもこのコンパクトさがこう勝るという感じですね むしろこのすっきりとしたデザインに比べてねダブルアクションで「外装ハンマー」っていう PPK の方がねやたらやっぱりこうやって並べてみると本当はこいつも可愛いのに妙にこうつく見えたりしますね、はい。というのを今しみじみ感じております。やっぱりこういう機会がないとねなかなかこう並べて遊ばないんでねはい動画をね皆さんにねご見ていただきながらねえ実は私が遊んでるだけということになってしまって申し訳ないんですけれども。 もうういいでしょうこの年になったらみたいなところですね。はいということでね、えー、今回は1995年のね、えー、取説がついてきているはいブローニング M1910 ヘビーウェイトのモデルガン、えー、マルシンのやつですね、ブローバックモデルです。はいご紹介させていただきました。ではまた。